ウニと肉のウユニ塩湖みたいになってる。すごい。さっき的これです。シャトーブリアン生活2日目です。まずはペッパーから行きましょう。ねえ、本当はね、そのなんか塩は後で入れたいんだけどね、水分が出ちゃうから。ペッパーと塩です。52度です。52度でオーブンの中に入れます。これは本当に教えたくない方法だけどね。でこれ本当は心音を測るので針を刺して調べるんですけれども、今日はねそれをしないです。今の中でまだ 23.8 度ですね。バイバイ、おやすみ。ということでですね、今1時間経ちました。白子です。バターです。じゃあこれ。この状態で。オーブンしたかったんで開きます。できました。見て、すっごいしっとりするでしょ。さっきと全然違うでしょ。焼くのはもう一瞬です。いきます。お願いします。これはもう30秒ずつでストップ。で、プラス。お肉をここから油に入れます。180度ぐらいですね。このまま30秒。めちゃくちゃ綺麗です。これです。
さらに、そこにウニです。今日はカバデオロですね。サクサク、これがね一番柔らかいんですよ。見て、この火入れはフライパンだけでやろうとしてもどうやってもできないですね。多分和牛を知り尽くしてる人じゃないと作れないんですよ。究極やっぱり美味しい。すごい、本当に何一つストレスがなく切れる。このお肉がシャトーブリアン丼するぐらい柔らかいよ。ほら、これが、うわ、ほろほろ、持っただけで割れる。シャトーブリアンの。ウニと肉だけでも美味しい。めちゃくちゃうまい。すげえ。ウニと肉のウユニ塩湖みたいになってる。ウニと肉考えた人すごいなってほんまに思うわ。なんかこれ最強やな。ごちそうさまでした。